ソックスはアメリカンショートヘア種のオス猫である。もともと野良猫だったソックスはビル・クリントンの娘チェルシーに拾われ、やがてファーストファミリーの一員となった。黒白のブッチネコだったソックスはクリントンが大統領任期中に一家で飼っていた2匹のペットのうちの1匹で、クリントンが大統領を退任した後は秘書のベティ・カーリーに引き取られた。ソックスはもともとの裏猫で、 アーカンソー州、リトルロックで兄弟の猫、ミッドナイトと共に暮らしていた。2匹が住まいとしていた場所は、チェルシー・クリントンの音楽教師を務めていた人物の家の軒下だったが、この音楽教師は2匹に近づくことさえできなかったという。チェルシーが2匹を見つけて近寄ると、ソックスは自らその腕に飛び込んでいった。こうしてソックスは、クリントン家のペットになり、 ミッドナイトも良い家庭に引き取られていった。クリントンがアーカンソー州知事からアメリカ合衆国大統領に就任するとソックスもホワイトハウスに住むことになった。ソックスはホワイトハウス内を自由に歩き回って日向ぼっこや歌種たたなど気ままに過ごした。時には公式の場にも登場して大統領の紋章付きの猫用キャリーバッグに入れられて学校や病院などに出かけることもあった。 クリントン政権時代、ホワイトハウスの子供向けウェブサイトは漫画化したソックスのキャラクターを案内役として採用していた。ソックスの存在はマスコミに注目され、多くのカメラマンがその姿を追い回した。その中には犬発火でソックスを手なずけようとする者さえいた。やがて自由に行動させるのは危ないということになって、ソックスは長い革紐で拘束されることになった。 ソックスにとってさらに不愉快だったのは1997年12月にファーストドッグとなったラブラドールレトリーバー種のオス犬バディの存在であった。ソックスとベティカーリー・ヒラリー・クリントンによるとソックスは陽気でやんちゃなバディを一目でしかも永久に嫌いになったという。そのためクリントン一家はこの2匹に別々の居場所を与えるために苦心することとなった。 2001年1月大統領の任期を終えたクリントンの一家がホワイトハウスを出た後に移り住んだニューヨーク州の小さな家では2匹を別々にしておくのが困難になったためソックスはクリントンの秘書ベティカーリーに引き取られることになった。これはソックスとカーリーが親しい間柄だったため引退後の生活を一緒に楽しく送ってもらいたいとのクリントン一家の計らいでもあった。 ソックスはカーリー夫妻に引き取られ、ワシントンから約60マイル離れたメリーランド州、ハリウッドで静かな寄生を送った。2008年6月にソックスは腎臓疾患や甲状腺異常、体重減少や脱毛などで健康を損ねていた。同年12月にはソックスが癌がに罹患していることが判明した。顎部分の癌を患った後、2009年2月20日に、 ソックスは安楽死でその生涯を終えた。なお、ヒラリー・クリントンは1998年に子供向けの本、ディア r ソックス、ディア d バディ、キッズ、レター o t h ー・ザ・ファースト・ペッツを執筆した。この本にはホワイトハウスのファースト・ペット・ソックスとバディに当てた子供たちからの50通以上の手紙の抜粋と80枚以上のソックスとバディの写真が載せられている。 ソックスの青年について、歴史を変えた100匹の猫 P82 では、1991年、と記述している。ABCDEFGHIJKLMNOPQ ストール、ピアニッシモ82から84、サレイニア、ミス、ザナインライブズオブソックスクリントン、メンタルフロス、2013年9月19日閲覧、ザ・ホワイトハウス・フォー・キッズ、 1999年4月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年11月22日閲覧。クリントン、S ソックス・ザ・キャット・ニアです。US ニュース、ディセンバー12、2008ソックス、ホーマークリントン・キャット、PUTTOSLEEP-CNN.com cnnhttp コロンスラッシュスラッシュ www.cnn.com スラッシュ2009スラッシュポリティクススラッシュ02スラッシュ20スラ、so、ッシュソックス .obit スラッシュインデックス .html2010 年5月23日閲覧。クラトン、スーザン、ソックス、ホーマーファーストキャット、ダイズ。somdnews.com 2011年7月16日時点のオリジナルより、アーカイブ。2011年2月28日閲覧。クリントン、ヒラリー、ディアーソックス、ディアーバディ、キッズ、レターズ・トゥー・ザ・ファースト・ペッツ、サイモン・アンド・シュスター、1998、ISBN0 から684857782、ISBN97806848577878 コールフォード。 ールディ、ソキング・イット・ツー・バディファースト・レディーズ・ペット・ブック・イズエーテール・オール・アカウントシカゴ・さん、タイムズオリジナルの2015年9月24日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 5 0 9 2 4 1 9 4 4 5 2 h t t p w w w h i g h b e m c o m d o c h p 2 4 4 7 3 1 4 5 h t m l 2 0 1 5年7月12日閲覧。カルバハル、ドレーン、メディアトーク。 The First Pets Get Their Own Book The New York Times HTTP www.neetimes.com 1998-06-08ビジネスメディアトーク The First Pets Get Their Own Book HTML ありがとうございます。